はい、どうも、モデリングスタジオ G グッサンです。よろしくお願いします。今回の動画ですね、モデルファクトリーヒロ12分の1、ザウバー C9 を作る、これの2回目となります。今回はですね、仮組終わったところからなので、いよいよ本格的な制作開始かなという感じですね。はい、ということで、今回も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい。ということで、早速今回もやっていきましょう。ということで、ご覧の通りまたバラバラになりました。で、ステサフと言ってたんですけど、ほんとね、俺一個工程忘れてて、このパネル、あのね、これパテ埋めしなきゃいけないんですけど、それをすっかり忘れてて、さっきパテ持ったんですよね。で、しばらくちょっと乾燥期間を置きたいので、ステサフ吹けなくなったんです。なので、ちょっと別のことやろうかなと思って、何やろうかというとこなんですけど、ちょっと避けまして、このモノコックのパーツね、あ、モノコック？コックピットって言った方がいいのかな。このパーツ、ホワイトメタル磨き上げ仕上げなんですよ。なので、まず先にこっちやってしまおうかなと思います。で、これだけじゃなくて、あとこれもそうでしょ？これもそうだし、この辺のパーツもそうだな。今ここに出た、あ、これ違うわ。今ここに出てるパーツ、全部磨き上げなんですよ。なので、これをまずしっかり磨き上げて、鏡面にしようかなと思います。まあ、鏡面って言ってもね、全く傷のないピカピカな鏡のような鏡面じゃなくて、ちょっと傷が残ってるぐらいな感じの方がリアルなので、まあ、いつもやってることなんですけど、そんな感じにしていこうかなと。結構パーツ点数多いんで、これもまた大変かなと思うんですけど、じっくりやっていこうかな。結構ね、こういうパーツとか凹凸あるんでね、細かいとこペーパー当てなきゃいけないから、なかなか大変かなと思いますけど、まあちょっと頑張ってやってみましょう。はい。じゃあね、どうしましょうかね。ちょっと一個だけペーパー当ててみますか。この辺のパーツじゃあ、まず、見たことない人いるかもしれないので、ちょっとやってみますけども。ですね。まずこのホワイトメタルのパーツ、何もしてないとこういう感じなんです。これをこう、粗めのペーパーから少しずつ細かいペーパーに上げていって、最後コンパウンドかけてピカピカにするっていう工程なんですけど、まあ指が真っ黒になるので、まずゴム手します。で、ペーパーどこから始めようかな、320番ぐらいかなと思ってるんですけど、ちょっと待ってね。320番からでいいかな。180番だと傷入りすぎるんで。よし、じゃあ320番行きましょうか。320番。まあ一応先にこうって言っとこうかな。320番行って400、600、800、1000、1500ぐらい。1500ちょっとかけるかわかんないですけど、まあそれぐらいまでやって、最後コンパウンドかけしてピカピカにしてやるという工程ですね。はい。よし、じゃあちょっとこれを、ちょっと避けるか。他のパーツちょっと一回避けますけど、このパーツでね、ちょっと、こんな感じになっていくというのをね、見ていただこうかな。はい。ハサミ。これ、今ね、見てて思ったんですけど、まあ、こういうモールド、リベットのモールドがね、大モールドなのはいいんですけど、凸モールドのやつもあるんだよね。これ難しいなぁ。これペーパー当てすぎるとモールドを削ってしまうので、あんまりやりすぎないのに注意しなきゃいけないかなと思います。はい。で、早速やっていきますけど、まあ、空飛びでいいかなと思います。で、ペーパー当てる時も、そうなんですけど、あんまり力入れずにね、ゴリ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 やると結構深い傷入っちゃうので、粗めのペーパーは。なので、それを回避するために、しっかり研ぎつつも、あんまり力を入れないということですね。はい。なんかすごい波打ってるな、これ。わかる？ちょっと見てもらおうかな、これ。変なアップ出てるの分かります？これ。これ、多分ね、出っ張ってる感じなんですよね。これをまず、綺麗に、まっ平らにしてないとダメかな、というところですかね。はい。で、320番である程度、研いで、表面を垂らしたら、番手を上げて400番。400番の傷を600番で消す。600番の傷を800番で消す。みたいな感じで。やっていこうかなと思ってますけれども、ペーパーかけるとき、今この方向でずっとやってるでしょ？で、次400枚やるとき縦にやるんじゃなくて、できれば同じ方向でずっとやり続けた方が綺麗な仕上がりになることが多いですね。
どうしてもペーパー傷残ってしまうし、あの仕上がった時ね。で、俺さっき言いましたけど、あんまり、あんまりっていうか全く傷のないピカピカな仕上げにはしたくないんですよね。で、ある程度ちょっと磨き傷というか、ヘアスクラッチが軽く残ってる程度の仕上げになる方が俺はリアルだと思ってるので、そのパターンでやろうと思うんですけど、そうなった時に、縦とか横とか斜めとかからいろんな方向からヘアスクラッチが入ってると結構格好悪いんですよ。なのでヘアスクラッチ入れるんだったら同じ方向から入ってた方がよりリアルかなと思うので、そのパターンでやっていくという感じですかね。はい。あ、でも今回楽かも。磨き上げに楽なんてことないんだけどさ。とりあえずパーツの歪みが少ないので、楽っちゃ楽かもしれないんですけど、まあでも大変っちゃ大変だね。こんだけパーツの量あるとね。で、こういう、さっき言ってた骨モードの部分は、ここはペーパーを当てずに、なんだ、カップブラシかなんかで磨いて、光らせてやろうかなと考えてます。どうしてもペーパー当てると、気にしててもね、骨モードの頭削ってしまうので、それがね、知らない間に、なんか終わった頃にはその凸モールドがなくなってるなんてこともザラにあるから、そうならないようにするためにできれば削れてはいけないようなところはなるべくペーパー当てないように仕上げていこうかなと思ってます。まあでも久しぶりに磨き上げの作業やってるけど、これはやっぱ大変だね。F1 マシンではよくあるんだけど、まさかザルバーしないでやると思ってなかったから、これはちょっと大変ですけど、まあでもブツブツ言ってもしょうがないのでやっていくしかないですね。とりあえず、まあ基本的に粗めのペーパーかけたらこんな感じになりますよっていうところでちょっと見ていただこうかな。はい、こんな感じになります。わかります？何もしてないやつちょっと比較で見てもらおうかな。こっちわかりやすいかな。これ何もしてない。320万かけたらこんな感じになります。で、これを徐々に番手上げていって、こういうね、ペーパー傷、今結構入ってるでしょ？こういうのを綺麗に整えていって、最後コンパウンドで仕上げるということですね。はい。まあ、それにしてもね、これ、このパーツの量磨き上げるの多分、なかなか過酷だね。はい。320番、とりあえず全部かけ終わりましたね。まあ、さっき見ていただいたんですけど、まあ、全体的にはこういう感じになりますと。いうとこですね。ちょっと白っぽい感じのところから、ちょっとずつ光ってくるという感じになってます。で、次は400番行くんですけど、400番ぐらいからは、できればね、こういうね、ちょっと分厚めなスポンジヤスリを使った方がいいかなと、まあ、個人的には思ってます。あのね、理由はね、こういう角を使って、手でサンドペーパーを持ってる時よりもね、届かないようなところに、要は隅っこまで届いてくれるんです。で、これ紙やすの400番の一番分厚いやつなんですけど、こういうのを使って、角とかをね、角というかこうね、手の入りにくいところ、例えばこういうところとかね、をしっかりペーパー当てていくと。320番でやればいいじゃんと思うかもしれないんですけど、とりあえず320番は荒削りなので、400番ぐらいからは丁寧にやっていくような感じかなという感じですね。ホワイトメタルパーツを磨き上げするときは、固めっていうか分厚めのスポンジヤスリ、ある程度剛性のあるスポンジヤスリって言った方がいいのかな。そういうのを使って磨いていった方がすごく綺麗に仕上がるとは俺思いますね。はい。ちょっと待ってくださいね。今やっちゃいますんで、どれだけ、あ、ちょっと待ってよ。この状態で見てもらった方がいいかな。ちょっと拡大しましょう。これ400番の面ですね。で、こっち320番の面。わかります？この違い。これぐらいきめ細かくなってくるんですよ。よし、じゃあね、まだまだね、作業長いですけど、引き続きちょっと、ペーパーかけていこうかな。そしたら次どうしようかな。このまま進めていって、コンパウンドがけが終わる手前になったらまた撮影開始しようかなと思います。はい、じゃあそういう感じでやっていきまーす。はい、ペーパー掛け全部終わりました。大変でしたね、やっぱりね。ここまで量あるとね。で、一応工程説明すると、320番、400番、600番、800番、1000番ということです。1500はね、掛けませんでした。1000番でもそれなりにね、いい感じになったんで、はい。で、これからですね、コンパウンド、
ていうところに行ってもいいんですけど、もう一手間かけようと思います。何するかというと、カップブラシ、これ真鍮製なんですけど、これで表面を軽く研磨します。そうすると、もう一段階ね、滑らかになるので、それをやってから、コンパウンド掛けという感じになります。ちょっと、一個やってみましょうか、じゃあ。そうね、やっぱこれでやった方がいいかな。じゃあちょっとカップブラシかけてみます。あ、その前にちょっと一回拡大してみてもらいましょうか。こんな感じです、今。これ傷じゃないですよ。ペーパー跡です。傷に見えますけどね。あ、ペーパー傷も傷って言っていいのか。まあいいや。はい。とりあえずこんな感じです。で、これにね、カップブラシを軽くかけます。ちょっと回転早いな。回転早い。びっくりした今。軽くね、軽くでいいんです。あんまり強く当てると、カップブラシの傷が入るので、軽く、まだ早いな。もうちょっとゆっくりしましょう。怖いんで。あれ？よし。軽くカップブラシをかける感じにすると、より滑らかになるんですよね、表面がね。で、その状態から、なんだ、コンパウンドやった方が、仕上がりが早いんですよね。なんか時短って意味もありますね。はい。よいしょ。こんな感じかな。あ、もうちょっとかな。はい。こんな感じになりました。ちょっとまた拡大しましょうか。こんな感じです。カップブラシが当たった跡が出てますね。はい。で、こういうね、トツモールドになってるようなところとか、ちょっとこれ分かりづらいんですけど、そうなの、これか。これトツモールドなんですよ、完全にね。ここを、ペーパー当ててしまうと、このリベットのモールドを削ってしまうので、ペーパーは当ててないんです。で、ここに、カップブラシを当てると、意外と自然な仕上がりになるんですよね。はい。ちょっとこっちでやってみましょうか。はい。カップブラシをかけてみました。こんな感じになります。拡大しましょう。こんな感じね。光り方、わかります？で、かけてないの。あんまり、あ、角度変えたらわかるね。こういう感じ。これかけた感じ。これかけてないと、こういう感じですね。ホワイトメタルの色合いというか、ホワイトメタルの素材の色そのままなんですけど、カップブラシをかけると、光ってきて、いい感じになってくる。ということですね。はい。じゃあ、全部カップブラシかけちゃって、次はコンパウンド掛けですね。はい、じゃあコンパウンド掛け始めるときにまた撮影開始しようと思います。はい、カップブラシかけ終わりまして、まあこんな感じですね、全体的にね。はい。で、ここまで来たらようやくコンパウンドというところに行きますけれども、コンパウンドはこれ使いますね。うちのマルチコンパウンド。ホワイトメタル磨くときは粗めだけで十分ですね。はい。よし、じゃあちょっとやってみましょうかね。どんな感じになるのかね。あ、そうだ、ですね、この間ちょっと問い合わせがあったんですけれど、うちのマルチコンパウンドをね、買っていただいたお客様からの問い合わせだったんですけど、クリアパースの磨きでもいけますかという問い合わせがあったんです。で、答えはもちろんイエスと答えたんですけど、うちのあのコンパウンドは、研磨能力が高いっていうのも売りなんですけど、今磨いてるホワイトメタルのパーツだったりとか、あとは、もちろんね、クリア面の磨きだったりとか、あと、今問い合わせがあったような、クリアパーツの磨きっていうことにも、きっちり対応できて、綺麗にツヤが出せるということも売りなんですね。だから、商品名にマルチって名前がついてるんですよ。あと使えるったらね、エッジングパーツの磨き上げ、例えば、白でよくあるのは、ミラーの鏡の部分ね、ドアミラーだったりとかの鏡の部分、エッジングパーツになってることがあるんだけど、それがね、もう一段階光らして鏡っぽくしたいなっていう時にも使えたりとか、っていうふうにもできます。なので、まあ、購入考えてらっしゃる方、それから買っていただいて、クリア面磨いてる方、あとは、ヒロのキットをよく作ってる方で、ホワイトメタルのね、仕上げの磨きに使うようなことをしてる方、あ、してる方、違うな、ホワイトメタルを磨くことがよくある方は、用途ね、関係なく、うちのマルチコンパウンドは結構な性能を発揮しますので、試してみてください。はい。
よし、ちょっと喋りながらやってみました。人磨きね。ちょっと拭いてみますよ。よいしょ。はい、こんな感じになります。わかるかな？こんな感じ。美しい感じになってるでしょ？美しい感じってちょっと言い方おかしいか。綺麗な光り方になってますよね。で、これ拡大すると、ちょっとだけ傷が残ってる。俺、この仕上がりが好きなんですよ。これが鏡のように傷一つないピッカピカな仕上がりになると、俺ちょっと違うんじゃないかって思っちゃって。うん、実写のイメージってなったら多少の擦り傷っていうのかな？こう磨き傷っていうのかな？あ、この角度わかりやすいね。こういうぐらいの傷が残ってる方がよりリアルなのかなと思ってます。なので、これ以上はもう光らせることはしないかなというとこですね。はい。とりあえず、コンパウンド額もね、また結構時間かかるんで、そうね、これもまたずっと撮影してると長い時間になっちゃうので、またコンパウンド掛け終わったら撮影開始するような感じでやってみようかなと思います。はい、ホワイトメタルパーツの磨き上げがようやく終わりました。これで一連の作業終わりですね。まあ、こんな感じに仕上がってます。いい感じですね。あと他のパーツもちょっと見ていただこうかな。こんな感じ。ちょっと、磨き傷が残ったぐらいの感じですね。はい。よし、これで、こっちはとりあえず一旦終わりということで、またやることあるんですよ。あのね、ちょっと一回避難しますけど、このパーツは終わったんですけど、外装パーツでね、やり忘れてたこと、フロントカウルのね、なんだろう、あの、風洞のパネルっていうのかな？それのパテ埋めしてたんですけど、これね、これやってないので、これやります。で、これが終わったら、次は外装パーツの捨てサフを全部やろうかなと思ってるので、これだけかな？これもそうか。これもそうですね。この辺を一回捨てサフやってっていうと、あ、ドアもか。これもか。この辺全部捨てサフやってっていうことになるので、まずはこれやってしまいましょう。で、捨てサフと。で、捨てサフはグレーサフでとりあえずやっちゃって、今回シルバーなので、本塗りは、なんだ、黒サフ拭いてやろうかなと思ってます。はい、じゃあね、これさっさとやっちゃって、捨てサフに進みます。はい、ですね、フロントカウルの風洞板かなの、パテ埋め処理終わりました。それでですね、この風洞板がこう斜めに落ちてるでしょ？で、斜めに落ちてるラインと、このノーズの先端の部分のラインが、これね、実写だと結構まっすぐに近いんですよ。なんですけど、キットでそのままだと結構ね、こうくの字になるんですよ。で、それちょっと嫌だなと思って、できる限りこの前のここの部分を削って、まあ、まっすぐではないんですけど、なるべくフラットに見えるようにちょっとやってみました。はい。で、ここがちょっと事件なんですけど、これね、リアカウル、ここはあの、ビス穴がもともとあって、いろいろ画像を見たらここに穴開いてなかったんで埋めますって磁石入れて埋めちゃったんですけど、昨日ね、YouTube 見てて、ザオバー市内の動画あるのかなと思って見たらあって、それ見てたんですよ。そしたらなんと、ここ穴開いてることが分かって、これどうしようかなと思って、結構ショックだったんですけど、で、この磁石外そうかなと思ったんですけど、どうなのかな？結構しっかりくっつけちゃったので、無理やりやると、カウルが割れるかもしれないんですよ。で、ちょっとまだどうしようか結論出てないんですけど、ちょっと考えます。最悪、ここに固定ピンっぽいモールドを作って、それで終わりにするかもしれない。あのね、磁石の厚みがね、これ何ミリだっけな、2ミリぐらいだったんですよね。で、もう一つ薄い磁石があるんです。で、外せれば、その磁石に付け替えて、そしたら一段下がるでしょ。で、そこを、一回こう、くぼみのモールドができるから、それをビス穴っぽく見せるようなことも考えてるんですけど、うまくいくかどうかかなり不安なんですよね。なので、ちょっといろいろ考えながらどうするか決めていこうと思います。最悪は先に言ったこの、ビス穴というか固定ピン用の穴っぽいモールドを作って、それらしく見せるっていうことにするしかないかなと。なんだったんだろうな、俺が見た画像な。俺が見た画像、明らかに本物なんだけど、穴なかったんですよ。なんなんでしょうね。
いやでも CG かな。いやでもライトの光り方の具合とか見てるとどう見ても本物の画像だったんですけどね。ちょっとわかんないんですけど、YouTube で見たのは穴が開いてたので、しかも63号車だったから、それ間違いなく穴開いてると思います。はい。これはちょっとね、事件でした。はい。まあいいや、とりあえずですね、次の工程進みます。次は捨てサフですね。今ここにあるパーツ、全部一回捨てサフ吹いて、ペーパー傷等をきれいに埋めようかなと思います。はい。じゃあ、とりあえず捨てサフ終わったらまた撮影しようかなと思います。はい。捨てサフ吹きました。で、これからまたペーパーかけして、これをきれいに落としていきますけれども、その前にね、リアカウル、結局こうしました。これね、磁石入ってたでしょ？で、その磁石一度外しました。ちょっと割れるかと思ったんですけど、なんとかね、外せました。で、実はその入ってた磁石が縦2連で入ってたんですよ。で、それを1個減らして1連にして、こっちの面に合わせることで1段くぼみますよね。で、そこを一度瞬着で埋めて鳴らします。で、鳴らした後にピンバイスで穴を開けてこういう感じにしたというとこですね。はい。まあ、実際、ビス穴があった時はもうちょっと穴大きかったんですけど、とりあえず本当にビス打つわけじゃないので、これぐらいでいいかなと。あんまり目立つのもなっていうのもあったしね。はい。で、これでバランス見ながらちょっとやっていって、やっぱりもうちょっと穴大きい方がいいかなと思ったら拡大するような感じでやっていこうかなと思います。はい。で、これからペーパーかけていきまして、捨てサフって何ぞやって思ってる方のためにちょっと軽く説明しますけど、仮組みの時にね、結構粗めのペーパー当てたりとか、パテ持ったりとかっていうことでいろいろ調整してます。で、まあ、目視じゃ見えないペーパー傷だったりとか、あとは、捨てサフをしないでそのままコンサフ吹いて塗装してしまうってことをやると、そのサフで埋め切れなかった傷が結構表に出てきて、仕上がりが汚い時があるんですよ。なので、一段階サフを吹いて、そのサフ、今、まあ、現状で言うとこのグレーサフですね。で、細かい傷を埋めることによって、残りのいらないところっていうか、その、なんだろうな、もう一回ペーパーかけることによって、傷の部分にはサフが残ってしっかり埋まるんだけど、それ以外のところは綺麗に取れるというような感じです。ちょっと言ってる意味わかんないかもしれないんですけど、ちょっとペーパーかけたらね、わかると思うんで、ちょっとやってみましょうか。もうサフパッと見だとわかんないんだよね。だけど、こうやってペーパーで落としていくと、傷が入ってる部分だけサフが残るから、あ、こんなに傷入ってたんだって結構分かったりするんですよ。あとは、縦のね、微妙な段差だったりとか、あとは、このレジンパーツって意外とね、なんだろうな、細かい凹凸があったりするんです。で、表面処理やって、削ってっていうことをやってもいいんですけど、ここまでカウルの修正とか調整とかやると結構な傷が入るので、サフを拭いて埋めた方が早いかなと。いう感じなんですよね。まあ、こんなもんでいいかな、でも。とりあえずちょっと、まず皆さんに見ていただこうかな。よし。はい。じゃあちょっと一回、この辺でやめて、一回拭きますね。よし。はい。じゃあ拡大して説明します。はい。で、ご覧いただきたいんですけど、こういうところ、グレーサフ残ってますね。これはちょっと関係ないんですけど、まだこれペーパー当たりきってないんで、こういうペーパーが当たったような傷の中にグレーサフが残ってますよね。その周りはサフがきれいに削り落としてると。これは現状どうなってるかというと、ペーパー傷にサフが入り込んで、その周りは削れてるっていうことなので、この状態、最初の状態よりはより円滑になってるっていうことですね。これが捨てサフの意味なんです。だから仮組みで、あそこまでね、パテ持ったりとか、ペーパー当てたりとかすると、やっぱり目視じゃ見えない傷がいっぱいあるので、本作吹く前に一度これをやると、塗装した時にね、綺麗な塗装面になるという感じになります。面倒でもやっぱり、これはやった方がいいかなという感じかな。まあ、チリ合わせほとんどやらなくて済んだんだったらいきなり本作吹でもいいんですよ。だけど、あそこまでいろいろ調整すると、やっぱりこれぐらい傷は出てくるので、で、しかもこれ目じゃ見えないんですよ。目視じゃね。だからサフを当てると、こんなに傷が出てくる。ということですね。はい。こうやってね、サフを吹いてからペーパーを一回当てて、削り落とすことによって、傷がきちんと埋まって、より円滑になると。で、さっきも言いましたけど、この上に本サフを吹くと、
滑らかな仕上がりになるので、塗装した時も滑らかな塗装面になりますよということですね。だから、まあ、スサフをやる意味っていうのは、こういう傷を埋めるっていうのもそうですし、なんだろうな、まあ、見えない傷を探すっていう意味もちょっと入ってるかな。そういうのを含めてやることなので、綺麗に仕上げたい方はね、面倒でもやっぱりスサフは入れた方がいいかなと、思いますね。で、ヒケとかも意外と埋まっちゃったりするので、そういうのをね、気にする方はやっぱり、スサフは必須かなと思います。はい。じゃあ、とりあえず、ですね、まだ始めたばっかりなんで、まだまだ時間かかりますけれども、余計なところとか、このパーツをね、全面ペーパー当てて、綺麗に仕上げていこうかなと思いますね。はい。じゃあ、またね、終わったら、また撮影します。はい、ペーパー掛け全部終わりました。で、ちょっと拡大してみますけども、どれくらい傷が入ってたかっていうのも、まあ、可視化できるんですけど、こうやったらね。こんな感じ。わかります？これ全部ペーパー傷。こういうのは、目視じゃなかなか見つけることができないんですよ。なので、一回ペーパーじゃなかった。サフ拭いて、ペーパー当てると、こういうね、ペーパー傷にサフが入って埋まってくれるので、より一層滑らかになっちゃう。こういう傷を見つけるという目的もあります。あと他のパーツも、こんな感じね。なかなかです。結構な傷入ってますね、やっぱりね。はい。よし、とりあえずこれでようやくね、仮組みの作業っていうのかな。こういうのも含めて、下処理というか終わりましたんで、この外装パーツに関しては、その時が来るまでちょっとね、保管しておきます。なのでこれ一回避けまして、で次にやるのはですね、磨き上げが終わっている、モノコック、これを組み立てていきましょう。で、ステサフが乾くまでの間ね、ちょっと一部組み立てました。その他のパーツ全部出しますけれども、まだ結構あるんです。あと細かいパーツも出さなきゃいけないので、出さなきゃっていうか付けなきゃいけないので、そういうのをやっていくと。あとはロアーム、スタビライザー。まあ、結構あるんです、まだまだ。あと、シートとかシートベルトもあるので、そういうのも全部やっていきます。結構あるね、こうやって出していくとね。サスペンション、ダンパーか。あとは、シートベルト系。これは関係ないか。いろいろありますね。まあ、とりあえず結構ありますね。今、ポイポイ出してますけど、かなり量ありました。こんな感じかな。あと、これか。あとシート。こんな感じですね。あ、まだあるわ。ごめん。ここだ。ペダル。こんな感じかな。あとシートベルトのバックルという感じで。はい、お待たせしました。こんなにあります。なので、とりあえず、これに取り付けていくパーツが結構あるんですよね。で、シートに関しては全面カーボンデカード張りということになっているので、またちょっと手間がかかります。あ、このパーツもそうか。これもそうですね。はい、こんな感じかな。なのでこれも一つ一つ下処理しながら、カーボンデカール貼りながらというところですかね。はい、じゃあカーボンデカール貼るパーツ以外はとりあえず塗装だけなので、さっさとね、塗装して組み立てていきましょう。はい、じゃあそんな感じでまずやっていこうと思います。はい、塗装終わりました。ほぼシルバーですね。それでシートと、このシートのこの後ろの部分、なんていうのかな、ここなんですけど、ここにね、こっち側はカーボンデカール、あとこっち側は、なんだろう、エボスステッカーかなを貼ることになってるんです。で、カーボンデカール貼る側だけですけど、ちょっと貼りやすくするためにラッカークリア拭いてます。シートもですね、前と後ろ。はい。こんな感じです。で、ちょっとカーボンデカール貼るのはちょっと後にやるので、とりあえずこの辺のパーツをすべて取り付けていきましょう。で、シートベルトを作ってという感じなんですが、そうね、これカーボンデカール貼るのはシートベルトとか全部やっちゃってからにしようかな。はい、じゃあそういう感じでやっていこうと思います。はい、モノコック、組み立てました。こんな感じになりますね。それでちょっと拡大して説明したいんですけど、まず、このシートのシートベルトを止めて、あ、もうちょっと拡大するかな。見えないね。
このシートベルトのバックル見えますかね、これ。これか、腰ベルトを留めてる金具なんですけど、バックルって言っていいのかな。で、これ説明書にね、特段説明事項書いてないんですよ、使うって。なんですけど、エッチングパーツが付いてるので、せっかくだからと思って、付けました。これシートにくっついてるのおかしいので、腰ベルトが。一応ね、反対側にも付いてんだけど、見えません。はい。それと、ちょっと下がって、これ、今くっついてますけど、固定してません。なぜなら、ここにね、後に配線通すんですよ。で、今、このパーツでね、塞いでしまうと、できないので、これは後々にということなので、このパーツは、それが終わってから取り付けるという感じです。はい。あとは、ちょっと引くか。あとは、この、消火器か、ボンベかちょっとわかんないですけど、この配線も後に通すので、とりあえず今止めてる感じ、チューブラリーの感じですけども、この状態ですね。はい。で、次の項目いきますけれども、次の項目は、ここに映ってるパーツ、すべてそうですね。サイドシル、ダッシュボード、ロールバー、あとは、なんだ、コックピット周りのステアリングとかメーター周りとか、あとはインタークーラーという感じになってます。で、とりあえず今回はそこまで作ったら終わりにしようと思ってますけど、まあこの辺のパーツがデカールだらけなわけですよ。カーボンデカール、ケブラデカールという感じになってるので、まあじっくりこれもやっていくしかないかなという感じかな。メーターがね、すげえパーツが細かいのよ。だからこれ間違えないようにじっくりやっていかなきゃいけないかなというとこですかね。はい。じゃあね、これは一回避難してもらって、早速こっちをね、やっていこうと思います。まずは表面処理やって、この辺も一回塗装しなきゃダメかな、というとこですね。ほぼカーボンデカールとかで隠れちゃうんだけど、一応ね、隙間からこの色が見えたら嫌なので、塗装しようかなと思います。これもね。はい、じゃあそんな感じでやっていきましょう。はい、パーツの表面処理終わりまして、これから塗装に行きますけれども、ちょっと一つ説明したいことがございまして、これですね。これロールバーのパーツなんですけど、まあ見たらわかると思うんですけど、この太い部分、テープ巻いてあるんです。で、パーツ自体は、テープのモールド何もなくて、ただの太い棒がこう繋がってるような形になってるんですけど、実写のね、画像を見たら、クッションパッドが、取り付けてあって、それをテープでぐるぐる巻きに固定されてるっていう状況になってることが分かったんで、どうにかそれを再現したいなと思って、なんかいいものないかなと思ってて、巻いたのがこの白いテープなんです。で、この白いテープ何かと言いますと、これなんですよね。わかるかな？この白いテープ。これね、何かと言いますと、これシールテープっていうものなんですけど、何に使うものかというと、これ模型に使うものじゃなくて、例えば水道管の蛇口の付け根とか、水道管の連結してるところもタップ切ってるところ、そこに水漏れしないようにってぐるぐる巻きにね、白いテープが巻いてあるのって見たことないですかね。それなんです。で、俺なんでこんなの持ってんのかというと、コンプレッサー買い替えた時に、エア漏れしないようにって言って、ホースの付け根の部分と、ホースっていうか、ホースが繋がるタップの部分と、ハンドピースが繋がるタップの部分、両方にこう、エア漏れしないようにってぐるぐる巻きに巻こうと思って買ったんです。これホームセンターでね、100円ぐらいで売ってるんで結構便利なんですよ。で、それをちょっと使ってみようかなと。スケール的にもね、あんまり分厚いテープ巻くのも変だよなと思ったんで、これはね、すごく薄くて柔軟性があっていいんですよね。で、巻き方も、丁寧にきちっと巻くんじゃなくて、あえて無造作にぐるぐる巻きにすることで、よりリアルになるかなと。実写もそういう感じになってたんでね。はい。あとはこれ塗装してどんな感じに仕上がるかというとこなんですけど、おそらくいい感じになるんじゃないかなと思います。はい、ということなので、先に進みます。はい、それぞれ塗装終わりました。で、ロールバー、結構いい感じになりましたよ。わかる？めっちゃいい感じになった。このテープ巻いてる感っていうのかな。すごくいい質感が出たので、これはナイスですね、これね。ナイスですねってなんか聞いたことあるな。まあいいわ。まあちょっと下に走りそうなんでやめますけど。ですね。これから、ですね、何言おうとしたんだっけ。あ、そうだ、まだまだやることあって、実は。こういうインタークーラーのね、サクションパイプとかに熱収縮チューブをつけて、
ホースバンド巻いたりとか、まあ、この辺もそうなんですけどね、やっていかなきゃいけないので、まだまだ、ドッキングというか、あの、モノコックのこのパーツに取り付けるまでは時間かかりそうかなというところですかね。じゃあ、どっちからやっていこうかな。まずちょっと、デカールからやっていきますか、やっぱり。はい。じゃあ、ちょっとね、一枚なんか貼ってみましょう。はい。じゃあ、ちょっと早速やっていきましょう。もうちょっといけるか。ですね、サイドシルは、ほぼ全面と言っていいぐらい、ここの部分はケブラなんですよ。で、ここだけカーボンデカール、ここはセミグロスブラックみたいな感覚なのかな。ちょっとわかんないんですよね。ここもね、塗装指示ないので、ベースを何色にしろとか書いてないんですよ。だからとりあえず画像を見てこんな感じなのかなっていうところを調べていくしかないんですよね。で、これを早速貼っていくんだけど、貼る方向はこうだな。こう、え？あ、そういうことか。なるほどね。この出っ張りみたいなこのモールドの、これ、こう、輪になってるんですけど、この輪の内側だけが黒いのか。なるほど。よし、じゃあちょっとやってみましょう。で、結構ね、デカール貼るにしても、ここがね、凹凸あるので、もしかしたらドライヤーかなっていうのもあるので、一応ドライヤー用意しておきましょうか。よし、だいぶ動くようになりましたね。よし、じゃあ貼っていきましょう。って言ってなかったんですけど、このパーツ、あとこれもそうですね。あの、デカール貼りやすくするために一応ラッカークリアは一回拭いてます。はい。滑り良くなるのでね、そっちの方がやっぱり位置合わせしやすいので。はい。じゃあやってみましょうか。これちなみにね、この NEC ダクトのところにも貼るんですよ。だからね、結構大変なんですよね。NEC ダクトのところは、ケブラデカールじゃなくて、普通のカーボンデカールになってます。これ、まあ、マークセッターは、バト塗りしないとな。よし、じゃあちょっとやってみましょう。まず先頭を合わせて。合わせて。ここからゆっくり引っ張っていきまーす。ニスの部分がね、意外と邪魔になったりするときがあるんですよね、これね。よし、とりあえずこれで一致合わせ。あー、どうしようかな、これ。やっぱりマークソフター塗って、ここをちょっとモールドを潰してしまいがちになるので、ドライヤーでしっかり圧着した方がいいかもしれないですね。そうしようかな。もうちょっと内側か。まあ、出るんだけど曖昧だな。今ですね、こんな状態なんですよ。わかります？結構これモールド曖昧になっちゃってる。まあ、ここもそうなんですけど。これちょっと嫌なんで、ここからさらに柔らかくするにはドライヤーで熱を加えてやるしかないかな。ちょっとやってみますね。はい。あんまり変わんねえな。あんまり変わんないですね。これはどうすればいいかな。マークソフターの方がいいかな。難しいな。なかなか厄介な感じですね、これね。デカールがね、硬いので、モデルファクトリーヒロのデカールって、こういう段差とかっていうところに関しては、結構モールド潰しがちなんですよ。だから、しっかりモールドを潰さないように綺麗に貼るってなったら、いろいろ頑張らなきゃいけないんですよね。ちょっと見てもらおうかな。今どんな状態になってるかということなんですけど、こんな感じになりました。さっきよりちょっとしっかりしてきましたけど、まだ甘いんですよね。これもうちょっとはっきりしてほしいんですよ。ここもなんですけど。これは多分隙間にエアカンデルのもあるので、そういうエアを抜きつつってやっていくしかないかもしれないですね。はい。ちょっといろいろ試行錯誤しながらやってみようと思います。あのね、まずそもそもエアカンデルので、それをまず抜かないとダメかもしれないですね。ちょっと時間かかりそうなんで、とりあえず貼り終わったらまた撮影する感じでやってみます。はい、とりあえず、ここまで来ました。なんとかなったかなっていう感じ。モールドだいぶはっきりしましたね。で、これからですね、まだここにもう一枚貼るんですよ、実は。これがちょっとわかんないんだけど、あのね、同じ柄のケブラデカールをもう一枚重ねることになってるんですよ。なので、ここにね、また貼るしかないのかなと。で、それの輪郭がこれより大きかったらまためんどくせえことになるのかなと思いますけど、ちょっとやってみましょうかね、じゃあ。
よし、動くようになったな。貼っていきますか。まあ、ここは平面なんでそんなに苦労しないと思いますけど、一応ね、しっかり端っこまでくっついてくれるようにマークセッターをしっかり塗ってからやってみましょう。わあ、これやっぱりちょっと輪郭でかいよ、少し。またこれ、角潰していかないといけないですね。ちょっと見ます？こんな感じ。せっかく今角しっかり出してるのに、これを重ねたらまた角潰れちゃいましたね。こっちはうまくいきましたね。やっぱりね、面積が小さいので、デカールが柔らかくなってさえいれば、意外としっかり角まで回り込んで、くっついてくれますね。はい。こんな感じ。うん。いい感じになったんじゃないかな。はい。これ結構苦労するな、サイドシルのデカール。頑張らないとだめだね、これね。まだここだけだもんね。あと両サイド、違うわ。こっちにも貼るし、あと NACA ダクトもあるし、ここにもあるんですよ。あとはダッシュボードもあるので、結構時間かかるかもしれないですね。焦ったら破いてしまうので、ちょっと慎重にやっていきましょうかね。はい、カーボンデカールとケブラデカール貼り終わって、こういうパーツにね、ホースバンド系全部つけました。で、まあ仕上がりはね、こんな感じ。あ、艶消しクリアも吹いてます。はい。で、これメーターパネル。これがね、なかなか大変だったんですよ。説明書の方にね、一切文字の指示がないんですよ。で、ランプの、色の指示もなくって、どうなってんだこれというところで、画像をね、めちゃくちゃ検索して、ようやくこれだなってものを見つけて、それに合わせて貼った感じ。まあ、とりあえずね、結構時間かかりましたけど、ようやくこれでね、モノコックの方に組み込めることができるので、いきましょう。で、モノコック、そうだ。ここもちょっと拡大しましょうか。この円の配線もすべて終わらしましたので、で、この配線ね、一つはこう後ろに行ってんのと、まあ一つっていうか、1系統は後ろに行ってんのと、もう1系統はこっちに入ってってるんですね。なので、横からね、穴開けて、これ真鍮線で固定して、バンドっぽくしてね。はい。こうしないと、ここの背もたれの部分を取り付けることができないんです、これね。だから、これをようやく取り付けることができるかな、ということです。はい。よし、じゃあね、このパーツをそれぞれ取り付けていきましょう。今回のね、締めですね。はい、じゃあ、ちょっと取り付け終わったらまた撮影しようかなと思います。はい、仕上げたパーツ全部取り付けてこんな感じになりました。だいぶごついっすね。うん。いい感じになってきました。はい。で、ちょっと拡大しましょう。特にね、滞りなくついたんですけど、コックピットなかなかいい感じですね、これね。このインタークーラーのね、サクションパイプの角度。これが、後にね、つける。これからやるんですけど、エンジン製作した時に取り付けられるこのチャンバーね、マッサージタンクか。この幅とぴったり合わないと、後にね、苦労することになるので、今の時点でしっかり位置合わせしとくということですね。だから、ちょっと取り付けてみますけど、このインテークチャンバーが、こういう風に入るんですよ。こういう感じで入るんです。で、ここの幅が合わないと、これも入らないので、で、無理やり入れようとすると、多分エンジンのセンターずれたりするし、曲がったりするので、ここはね、時間かけてしっかり位置出した方がいいかなと思いますね。はい。それと、もう一つ、ですね、この給油口のパーツ、これね、このパーツの取り付け角度もしっかりカウルの穴の方に合わせ込んで固定すると。だから一回このカウル持ってきた方がいいですね。このカウルをこうかぶせて、位置出しして、それから固定するということをした方がいいのかなと思いますね。はい。そんな感じかな。もう位置に慎重にならなきゃいけないのはインタークーラーとこの給油口ですかね。はい。そんな感じです。で、とりあえず、今回目標としてたところまで今来ましたので、今回の動画は一旦ここで終わりにしようと思います。はい。で、次回からこっちね、エンジン、ギアボックス系かなっていうところに行くので、できれば次回の動画でシャーシ完成ぐらいまでやっていきたいなと思うんで、はい、そんな感じでやろうと思ってます。はい、ということで今回はこの辺でお別れです。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。